まあ、理想的にはプロジェクトがいなくても保健省がやるべきことをやり続けてくれることが理想なんですよね、はい、でそのためにはやるべきことは何であるかっていうのが保健省の、はい、ニカラグアの多くの人は村落で暮らしている人々である。自然と共存し多様な虫と共存する彼らには実はシャーガス病という恐ろしい病気が潜んでいた。シャーガス病は中南米に広く分布しており、推定で750万人以上の感染者が存在すると推定され、パホ、米州保健機構はマラリアに次いで深刻な熱帯病であると位置づけている。ニカラグアでは総人口約514万人のうち少なくとも5万人の感染者が存在すると推定されている。媒介虫であるサシガメは土壁やわらぶきでできた家屋を好んで生息するため、リスク人口の多くがそのような家屋に居住する貧困層となっており、特に北部地域に集中している。しかしながら未調査の村落も多く残されており、サシガメの生息データが正確に把握されていない上に政府の対策もなされていない。致命的なのは村の人々が命に関わるほどのこの病気について全く知識がない状態でこの虫と共存していることである。じゃあ、antes conocía la enfermedad de Chagas? No, por supuesto que no, porque nunca habíamos oído decir de esa enfermedad. La enfermedad. No, no, no. No lo conocía. No conocía la enfermedad que me mencionaba cuando la conocía. このような状況は一刻も早く食い止めなければならない。ニカラグア政府の要請を受け、独立行政法人 JICA がこれまで他の中米の国で培ってきたサシガメ撲滅の知見、経験を活用し、2009年9月より5年間の予定でニカラグア北部5県を対象にしたサシガメ撲滅のプロジェクトを開始した。シャーガス病は中南米特有の寄生虫症で、感染経路にはサシガメという吸血性カメムシが媒介して人間に感染する媒介虫感染が一番多い。これはサシガメが血を吸った後にする糞の中に菌が入っており、それが傷口から体内に入ることで体内で菌が繁殖しシャーガス病が発症する。こういう外側にはなかなか目に見えるところにはなかなか住んでいなくて、はい、こういう割れ目ですよねの中で生活をしています。なるほどですね、はい、もうそういうところにずっと生活していて、そこから出てくるって感じですか。そうですね、お腹が空いて餌を探すときだけ割れ目から出てきて血を吸って、はい、またこういうカトリガに帰っていきます。なるほどですね。なのでサシガメを探すときはこういう割れ目のあるところ、隠れ家があるところを重点的に探していきます。はい、でサシガメが特に好むのがやはり餌のある周辺、つまりこの人が寝ているベッドの周辺ですね。この周りは特にサシガメが多く見つかるので、ベッドの下ですとかベッドの近くの壁ですとか、こういう部分はよく探さないといけません。サシガメによる感染を持続的に制御することを目標として以下のことを実施した。まずはじめに JICA がこのプロジェクトを円滑に行うため調査を開始した。どの地域にどれだけのサシガメが生息しているのかを調査し、どれだけの人が感染している疑いがあるのかを血液検査をもって調査した。調査をもとに殺虫剤の散布を行った。殺虫剤の散布は現地の専門医が行うのだが、この技術的な指導とその後の調査結果のデータの取り方なども JICA が教える。住民にサシガメに対する意識を向上してもらうために、殺虫剤の散布員がこれらを撒いた後、見つかったサシガメを彼らに見せ、その特徴とこの虫が及ぼす危険性について説明する。またこの数が減り続けるように
差し紙を見つけたら保健所に届けてもらうように働きかけてもらう。保健省は住民から上がってきた差し紙のデータを集め、その生息データを取り、どのタイミングでさらなる殺虫剤の散布が必要なのかどうかを分析し実行に移す。これら4つのプロセスが円滑に機能することで、殺虫剤が散布され、住民が見つけた差し紙を保健省に届け出、保健省が集まった差し紙をもとに生息データを作り、さらに殺虫剤が散布される地域を特定するというサイクルを回すことによって差し紙の撲滅を目指した。このプロジェクトが始まってまだ2年、さまざまな関係機関と連携を取り、このフローを今まさに実現しようとしている。この円滑なフローを実現するため、今後の課題としては以下の問題を解消していく必要があった。一つ目が、保健省で差し紙対策に関する政策の整備を行うこと。二つ目に、住民のシャーガス病に関する理解を高め、彼らに継続的に行動してもらえるよう働きかけること。まず保健所に関してですが、住民の家から保健所までの道のりが遠く、なかなか差し紙が保健所に届け出されない現状があった。また保健所の対応の仕方が整備されていない地域もあるため、保健所の反応が薄いという問題も生じた。これらの問題解決のため、 JICA は現在次のアプローチを実行しようとしている。なるべくコミュニティに近いところで仕事をしている保健所の人材、はい、例えばコミュニティを訪問しながら医療サービスを提供するお医者さんですとか看護師さんという人たちがいるんですよね、はい、でその前線で仕事をしている、人たちに少しその差し紙の受け取りの仕事をやってもらおうかなと思っています。そうしたら、まあ、住民は自分で保健センターに行くんじゃなくて、保健センターから人が来た時に差し紙を渡すことができるはずと。で、保健所からの対応がないというところなんですけど、はい、これは今までに保健所として集めた差し紙に対してどういう対応をするかっていう政策がなかったんですね、はい、決まりがなかったので、今その決まり作りを、してます。で、差し紙をのデータをしっかり登録して、はい、でその登録した情報を分析して、はい、差し紙の届け出が多いところには殺虫剤を撒きましょうという政策を作るように、はい、今頑張っているところですね。2つ目の課題である住民の意識向上に対しては、どうやって人々の関心を得ていくかキーポイントであった。そのため住民の近くで彼らに働きかける存在として、殺虫剤の散布員と青年海外協力隊の活躍が必須であった。Me alegro porque en primer lugar me alegro porque en primer lugar llevo una comunidad que no se ha rociado hace tiempo. Le queda a la casa la persona protegida y al mismo tiempo comparto la experiencia mía con el habitante de la casa, y hay personas que no conocen de la enfermedad de Chagas, y cuando yo le comparto la experiencia mía, pues me da más satisfacción, más alegría, porque a mí me enseñaron para enseñar. Entonces, lo que hago yo es enseñarles a ellos y que aprendan cómo es la enfermedad, cómo son los síntomas y las características del vector y el parásito. Dónde se aloja y cuáles son los problemas que causa. Entonces, esas son las experiencias que me gustan más. Compartir mi trabajo con el habitante de la comunidad. Entonces, nosotros le hablamos técnicamente, entonces le hablamos más básico. Lo más básico. Cómo protegerse y cómo hacer las cosas. Y le doy también una charla educativa. Para que en esa forma se previene que le den un salvamento al vector.
自分が戦争だってやるっていうよりかは、そのためのなんだろう助けとなるようなことを、彼らが時間を避けないようなことで自分でできることができたらいいなっていうふうに今思っているので、チンチしててもシャーツ知らないとか、あとチンチ見たことあってもどうすればいいかわからないとか、あとセントレスオブに持っていかなきゃいけないの知ってるけどでもこうしちゃってるとか、結構そういうことがあったりとかするので、そういうところをもうちょっとこう深く探っていきたい、で一番どういうところの部分の知識が抜けているのかとか、もう本当にただシャーガス自体のことを全く知らないのか、とか、まあ、とにかくどこまで知識があるのかを知りたいんですよね。でそれによってそのことをこれからそのエテベンたちがやるタジェルの中でどこを突き詰めて話したらいいのかとか、そういうところが知れたらいいなと。現場の声を第一に活動する青年海外協力隊、人々の意識向上に努めるべく、国際シャーガス日である7月9日には次の世代を担う現地の小学生の海外コンクールや出展ブースを企画し、現場からシャーガス病が認知され、人々の間から変革が持たされるよう活動した。プロジェクトはまだ始まって2年目、しかしこうした関係者の連携により住民の意識が少しずつ変わり始めている。Yo no sabía, pero como hoy me dan el folletito y lo estoy mirando, entonces como ella ya sabe leer y ellos se ponen a leer y yo digo que es peligroso, pues, y que hay que hacer, que quemar la basura, todo eso para evitar las enfermedades. Siempre las madres somos las primeras que aconsejamos. Porque las enfermedades son muy peligrosas y se sabe que lo llevan a la muerte, ¿no? たぶん今のそのいわゆるアタックフェーズっていうのを超えてしまえば、あとはいかにその保健所のシステムに乗せていくか、だから、特にシャーガス病をやってるんだぞって言わなくても自然にそのシステムに乗っかってるっていう普通の状態になってくれるのが一番理想ですよね。失敗だったな。一歩みんなが手を取り合い進んでいっている様子は、このプロジェクトの成功を大いに予感させてくれるものである。